いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もこちらベイビーピンクさんからねお送りしたいというふうに思うんですけども、前回あの1本前の動画は同じベイビーピンクさんからお送りした中でも本当にこうね基本に忠実なアタックをご覧いただきました。でまだね見てない方っていうのはぜひねその動画も見てもらえたらと思います。これぞ本当に技術のある方の攻めだなっていうその印象がねよく伝わると思いますね。このクランの皆さん、兵器は使わずに、突破兵器は使わずに攻めてますので、なかなかね、レベルの高いアタックになってくるんですけども、難易度が高いっていうのかな。まあ、その中でも綺麗にね、全開を決めているリプレイ、紹介させてもらってますんで、まあ、ご視聴いただければと思います。で、本日は、まあ、それを踏まえてではないんですけども、まあ、踏まえてかな。少しね、ひねりの効いた応用編みたいなアタックっていうのを、2本ね、ご覧いただきたいと思います。で、まあ、どちらも共通するのはゴーレムを使った攻め方っていうことですね。で1本目はゴレホグ、こちらをね、見ていきたいというふうに思います。前回の動画でユウさんっていう方がね、前回撮ってらっしゃったゴレホグ、まあ、これは、まあ、冒頭言ったように基本に忠実なんですが、このねイルマニアさんのゴレホグは、まあ、その基本をよく守りつつもちょっとねひねりがすごいんですね。まあ、基本っていう点で言うと、今、ゴーレムがしっかりターゲット取ってますね。壁際の防衛施設の。なんで、アーチャークイーンや後ろから出してきたウィザードっていうのが、ダメージを全然受けずに、相手の施設を削っている、この格好を作り上げているっていうのが、まあ、一つね、その基本に忠実な、やっぱりね、このベイビーピンクさん、誰もがそうだけど、基本が本当うまいんですよ。そこに忠実なところが、まあ、現れてると思うんですけども、これ、今4時5時方面からジャンプを打って中に入っていきましたね。で簡単にこの辺からプラン解説していくと、中に入ってこの辺っていうのをざっくりね今のヒーローパートで潰しながらホグライダーをこの辺からこう面で入れていきますが、とこんな感じで回していく感じですね。でさてここからホグライダーが出てきたんですけども、まあ、このホグね実際はめちゃくちゃ伸びるはずなんですよ。なんですけども、まあ、怖いのがね2連巨爆ですね。ヒールを使うこのタイミングで僕がここ巨爆2連ゴンゴンと踏んでしまって相当量がねやられてしまったんですね。ただこれだけ手痛くやられても最後全開まで持っていける、まあ、ヒールもしっかり残してますよね。この残している効果っていうのはこの序盤のねゴーレムヒーローパートの入り方によると思うんですね。まあ、私自身よると思うんですねって言いながら最初見た時にはなんでこれするんだろうなってのが分かんなくて、こちらのねベイビーピンクさんのあなたさんって方がちょうどインされてたんで、なんでああいう入りするんですかってこう聞いたんですね。したらちゃんと丁寧に教えてくれて、まあ、言われてみればその通りだなというふうに思いましたね。でそれをこれからちょっと、ご説明していきたいというふうに思いますので、ちょっと一旦ね、残りの、回収タイムは4倍速で早めて、もう一回、村のね、その冒頭の部分に移っていきたいというふうに思います。ちなみに、すいません、言い忘れましたが、本日の動画、アタックとしては 2個のアタックを見てもらいます。動画のリプレイは4回流すような格好になりますね。ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思うんですけども、今回のこのゴレホグをするにあたって、どうしても処理したいのは、相手のアーチャークイーン、あとこの、援軍ですね。でそれをするために、イルマニアさんはこっからこう入っていってるんですけども、じゃあねなんでですよ、こっから入っていかないのって私は思ったんですね。ジャンプここに打って、そうすると嫌なのがこのバーバリアンキング、これが残っちゃうんですね。ちょっと遠いところにいるんで、まあ、そうするとまあ理想的にはバーバリアンキングまで潰してホグライダーを出した方が当然ホグのね天敵の一体なんで、伸びが良くなるっていうことで、イルマニアさんはこっからの入りっていうのを考えましたね。でもそうするとこの区画にユニットがまあ集まるわけじゃないですか。ジャンプをここに打つからね。そうするとケアしないといけないのがこっちからあらゆる方面からダメージを受けちゃうんですね。こういう風に飛んで火にいる夏の虫状態になっちゃうわけですよ。わかりますかね、この区画に入った瞬間に。でそれを嫌うというかそれをやらせないために
ゆるマニアさんは先にこの辺っていうのを、ゴーレムとアーチャークイーンでカットしてしまって、でそれからこういう感じでゴレを入れていくようなイメージでここに入っていったんですね。わかりますかね。そうすることによって、壁の中に入った後のダメージの集中っていうのを、まあ、見事に防いでるわけですね。この点がめちゃくちゃうまいんですよ。これが本当にね、言われてなるほどと思いましたが、すごい点ですね。ちょっとね、まずは拡大して見ていきましょう。しっかりターゲット、ゴーレムがこれ集めてますね、ここまで。で、このゴーレムがたけってる間に後ろからウィザードと、アーシャークイーンを出してしっかりとね、防衛施設を削っていきます。で、ゴーレムさらに追加していって、こちら4時方面からあとは5時方面から出てきますね。これのゴーレムたちもしっかり と、この辺までね、ターゲットを集めていってくれてますんで、その間に後ろからウィザードを追加してどんどん、攻めていきますね。で、ジャンプの呪文を打って1本壁の中に入っていきます。この辺のジャンプの使い方っていうのもいいですね。なるべくこう壁の中の広い深くを潰せるように、かつもう3次方面は処理してあるので横打ちもされないということで、中に入った、ゴーレムとかね、ヒーローたちが長生きすることに、その序盤のねこの3次方面のここのカットが一役買っていることが分かりますね。ここですね。で、ホグライダー入ってきましたね。さっきも言いましたけども、このホグライダー私は本当にね、もっと長生きするはずだったっていうところですね。ちょっと巨爆の2連があって、そこに捕まってしまったのがもったなかったのは残念だったなというふうに思うんですけども、ここでしっかりね、ヒールを温存するために、フリーズを使っているっていう点もお見事ですね。フリーズの呪文っていうのは、使いどころを決めておくっていう手もありますし、枠が余った場合、まあ、持っていっておいて、ちょっとね、やばい、今ダメージが集中しすぎてるなとか、まあ、クイヒなんかする方はね、クイーンがやられそうだっていう時にパッと使うなんていう手もありますね。まあ、臨機応変に使える呪文の中でもかなり使い勝手がいい呪文だというふうに思います。で、ここ裏から出したこのホグもうまいですね。範囲攻撃なんですよね、ボムタワーって。なんで、この範囲攻撃を1体のホグで吸収してしまうことによって、大量に集まっているホグたちが範囲攻撃で一網打尽にされないようにしますね。でさらにホグタワー対ホグって結構ホグライダーの方がなんていうのかな、部がよくって1体でこういう風に壊せちゃうっていうところもうまくそこを続いてますね。で、このまま全開です。どうですかね、通常のゴレホグで多分ここまでね、クイーンを歩かせるっていうことをする人はいないと思うんですよ。最後までクイーンが生きてますからね、これこういう風に。なんですけども、まあ、今言ったように施設のど真ん中にね、村のど真ん中に突入していく場合っていうのは、グランドオーデンとかがいないタウンホール10においてはね、ああいう風になるべく、横打ちをされないように事前に施設を壊しておくっていうのが結構いい手かもしれないですね。さて、でもう一本見てもらいたいんですが、こちらですね。これはクラクソンさんのアタック、これはですね、ネクボーになります。ゴーレムを使ったアタックですね。で、ゴーレムを使ったネクボー、まあ、よく見かけるパターンなんですけども、非常にね、配置を見極めて使えば強いです。今回マルチインフェルノがこう2本入ってるにもかかわらず、のど真ん中をネクボを通していくっていうパターンですね。これも完全にネクロとボーラーを横一直線にこう歩かせる、まあ、そんなパターンです。でさらに驚きなのは、突破兵器を使っちゃいないっていうことですからね。まあ冒頭何度も言ってますけども、ベイビーピンクさんそういうルールで縛りでやってますんで、突破兵器を使わずにね、まあ、これだけドバ出しのネクロで全開取れちゃうっていうのは、まあ、ネクボーか、まあ恐ろしい、そのなんていうのかな、戦術眼、この村にこれが刺さるっていう、その戦術の選択ですよね、がうまいなっていうふうに思います。で、まあ、こんな形で一気にね、ジャンプを使いながらネクボを真ん中に通していきますね。で、そのままあとは一気にこうネクロの数で押し切っていくんですけども、今ね、パッと見てどうですかね、もうなんかネクロ少なくてやられそうじゃねっていう風に思う方が多いと思うんですけども、実はこっから伸びるのがネクロマンサーなんですね。よく見ると
こういう単発攻撃施設しかないんですよね。そうすると、まあ、ネクロマンサーが3体とか2体いれば、十分スケルトンの生成の方が相手の攻撃よりも勝るので、全然ネクロ本体がやられずにそのまんまこう押し切っていけちゃうんですね。っていう形で、序盤中盤まである程度のアドバンテージを持ってネクロマンサーを生かすことができれば、終盤こう伸びていくっていうのがね、このネクロマンサー使った戦術のまあ恐ろしいところですね。ぜひぜひね、この辺の戦術、どんな村にでも刺さるっていうわけじゃないんですけども、刺さる村結構多いですし、それを見極めて使えばね、相当、皆さんの、アタックの助けになると思うのでね、ちょっとこれはまだねやったことがない方は一回試してみてもいいかもしれないですね。さて、どういう風に攻めていくかっていう と、この村の特徴を見てほしいんですけども、ジャンプ2個で村のほとんどの施設に、攻撃ができる、まあ、つまりボーラーとかアージャークイーンやネクロマンサーの、その遠距離攻撃が届くような配置っていうのは、このネクボーが割と刺さりやすいです。で、どういうことかっていうと、ジャンプを1個、ジャンプ2個打つことによって、わかりますかね、これ配置がほとんど、このジャンプによって、なんていうのかな、ターゲッティングされちゃいますよね。ネクロマンサーとか、アシャークイーンに。ここに今2個ジャンプを打つことによって、こういう感じですね。こういう感じに、まあ、理想的な話をしますよ。当然ながら、ここまで全部壊すのは至難の業なんですけども、理想的には、今この囲ったこの部分っていうのは、全部こうね、ネクロマンサーとかアーチャークイーンの攻撃が刺さる範囲になりますよね、この2本のジャンプで。こういう配置に対しては、ネクボーが本当に刺さります。で、ネクボーを使う場合には、ジャンプ2個持っていくっていうのが結構ね、定石だと思いますね。で、それをうまく配置を見極めて使った、このね、クラクソンさんのアタックっていうのが、まあ、とにかくレベルが高かったんですけども、もう一回ね、リプレイ流しながら見ていきたいというふうに思います。で、まずこれ、ゴーレムを使った理由っていうのは、スケルトンのね、生成っていうのがね、やっぱり序盤追いつかないんですよ。序盤は当然防衛施設の方が、数が多いので、ダメージ量がね、こっちのユニットよりも少し勝ってしまいがちになります。さらに今回で言えば、ここにウィストが2個立ってますので、こいつらはスケルトン一気に破壊しちゃいますんでね、ジャイアントでもいいんですけども、まあ、ジャイアントが壊れた瞬やれた瞬間にスケルトンが全部やられちゃうと、ネクロマンサーが死んじゃいますんでね、そうさせないように、まあ、ここはしっかり安全牌でゴーレム使ったんでしょうね。その甲斐もあって、ゴーレムが耐えている間にこう骨を、スケルトンをどんどん生成していき、骨って言っちゃった生成していきながら、今度はそのスケルトンが中盤このぐらいのタイミングではゴーレムとかボーラーの盾になってますね。で、中央ではしっかりヒールをかけて、このマルチインフェルノタワーの範囲攻撃でネクロがやられないようにケアをしてますね。いやー、素晴らしい形になってますね。で、ネクロマンサーも1点出しをしなかったの気づきましたかね。ネクロマンサーこの辺からこう結構束に広くね、ネクロマンサーをこの辺からこう出したじゃないですか。わーっとこういう風に、こういう風にこうすることによって、ネクロマンサーが中央に入る部隊と横に反れる部隊、両サイドにね、こう3つの部隊に分けたんですね。で、そうすることによって、サンドイッチのような効果で、壁の中と外から一気に、ね、相手を潰すような格好にしてます。これネクボをやる上では非常に重要で、全部が中に入っちゃうと、まあ、さっきの1本目のリプレイと同じなんですけども、この辺に入った瞬間に集中砲火をこう食らっちゃうんですね。で、そうさせないために、序盤でユニットをこう両サイドに流す、この発想っていうのがね、本当に重要になってきますので、ネクボをね、試したいと思っている方は忘れずにこの点を覚えておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、本日のね、まあ、動画総括いたしますと、まあ、ゴーレムを使った戦術を見てきてもらったんですけども、なるべく、ユニットがね、横から撃たれないような形で、序盤にその横でから撃ってくるそのある一区画を潰しておく、ないしは今回のネクボみたいにユニットをね、壁の中に入れるだけじゃなくて、両サイドにこう分けて壁の中と外からサンドイッチで攻撃していく、まあ、こういう格好を作るとユニットが長生きしていきますよということですね。まあ、それをどう作るかっていうのが、まあ、応用編になってきて難しい点なんですけども、今回の2つの攻めはね、それが見事にできていたと
いう点でものすごいレベルが高かったなというふうに思うっていうのと、あと、もう一つはこのネクボっていう戦術、どんな配置でも使えるわけではないです。非常にねサービス終了編成とか言って騒がれていますけども、実際には今言ったようにジャンプとかを使ってなるべくね、区画のすべてをこうほぼすべて広い部分をカバーできるような、ユニットの進ませ方ができない場合っていうのは壁に捕まったりしてるうちに全部やられちゃいますんでね、その辺は注意してよくね配置を見極めて使ってもらえると非常に強いんでね、おすすめの戦術になるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね、前回と今回、ベイビーピンクさんから2回に分けてお送りしてきました。前回が基礎編、今回が応用編ということで、ぜひね、タウンホール9の方も、それ以上の方もね、見直してもらえたら、いろんな気づきがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。